松田詩野選手です。大きな拍手をお迎えください。本日はお集まりいただきありがとうございます。タヒチでもうすごく自分が満足できるいい波に乗ってメダルを持ってこうまた戻ってきたいと思うので応援よろしくお願いします。今日は社員の皆さんからこんな贈り物がご用意されています。応援メッセージが書かれたメッセージフラッグになっています。では松田選手しっかりとお受け取りください。サーフボード型のこのようなものもらったことなかったのですごく嬉しいですし、すごく皆さんからの言葉が本当に戦う力になっているのですごい感謝してます。ありがとうございます。改めてパリの切符をつかんだ時っていうのはどんなお気持ちでしたか？すごくやっぱりこう東京の後からパリへの気持ちが強かったので本当につかめた時は嬉しい気持ちでいっぱいでした。やっぱり東京の時の悔しさを持ってパリへの思いっていうのはかなり強いものがあったんですか？そうですね、よりこう強いものに変わったと思います。でもすごくこうタヒチの波も世界中の中でもなかなかないようなサイズのいい波が割れるので、そこでオリンピックのサーフィンっていう競技をこうたくさんの方に見ていただけるってなるとすごい自分もワクワクした気持ちが増してきました。ですごくその波も日本じゃないようなサイズの大きい波が下が岩でリーフブレイクでこう割れるんですけど、すごく特別な場所だなって感じます。そうですね、こう1年前からそのタヒチの海で練習を始めて、やっぱり最初と今では自分自身でもこうその波に乗れる技術だったり気持ち面ですごい成長を感じていて、でももちろんその大きい波で下が浅いっていうことで恐怖心はやっぱりこう波が大きくなった時はあるんですけど、でもこうすごい、まあ、こけた後にいい波が来て、もう今までで一番以内に乗れたっていうことも経験したので、本当にこう諦めずにそのトライするっていうことをタヒチでも改めて学びました。今まで、まあ、過去もこう男子だけしかそこの会場でやらなかったりとか、危険な場所っていう意識もされてる場所なので、でも逆にこうその波に乗ってメイクできたらすごいもう景色だし、もう自分自身もすごいハッピーなので、そこを見る人が楽しめる会場と場所かなって思います。やっぱり最初はこうその大きい波に漕ぐのが怖いんですけど、まあ、でもこう乗らないとその景色も味わえないので、もう最初は本当にとにかくトライして、でそれでまあワイプアウトして波に巻かれて、あこんな感じなんだって分かってまたどんどんトライしていくって感じ でそこでこういい波に乗れた時に、あ今の波がいいんだなっていうので、こうなんだろう、波をまた学んでっていう感じ でそのやっぱ波にどんどん乗れていって恐怖心も、まあ、全くなくなるわけじゃないんですけど、今はすごくもう楽しみな気持ちで、あと、まあ、どんな波になるかオリンピック分かんないんですけど、この、まあ、早めに入って練習する期間でどんなコンディションも練習していい状態でいけるようにしたいです。オリンピックの舞台はそうやっぱりこう出場する選手にしか味わえない舞台なので、もうそこの雰囲気を思いっきり楽しんで、他の大会とは全くこう違う雰囲気だと思うので、そうどんな感じかすごいワクワクしてます。やっぱりこう初めて見る人にも、こういつも応援してくださってる人にも、なんかすごくサーフィンってこんなスポーツなんだってワクワクしてもらえるようなこう波とライディングを見せていきたいです。
具体的な目標があればお聞きしたいんですがいかがでしょうか。目標はやっぱり金メダル、はい、もうそのまあでも結果よりもその波と自分の今までしてきたプロセスを信じてもう大会は楽しんで、でも結果的にすごくいいチューブに乗ってメダルが取れたら最高です。毎日成長、毎日いい自分になり続けるっていう言葉と、もうその意味がすごい大切だなって思ってます。どうしてその言葉を選ばれたんでしょうか。うん、やっぱりすごいこう毎日いい、昨日より成長した自分っていう心がけで、まあ、その大きい、でも何年後に振り返ったら大きい成長をしていたなって感じられるので、それがタッシの練習でもすごくその、まあ、うまくいい波に今日乗れなかった、でもトライし続けたらそのこう1年経ってその初めてタッシ入った時よりも成長できてるなって感じるので、それをまあ大切にしてます。